私は非常に古い種族の生まれです。長い年月もの間ずっと存在し続けてきました。どんな記録よりも長いかもしれません。竜の歴史はテイワットの誕生から始まったわ。竜？私たちは世界の滅亡の被害者でありながら世界の滅亡そのものとなりました。これはこの子たちが世界の滅亡を経験した後の姿なの？世界の滅亡の力を前にすれば誰だって無力さを感じずにはいられないでしょう。種々の間しか存在していなかった。なのに天からの意向を借りてこの地の主を自称する。戦わないといけないの？うわ、ちょっと待てよ。生死には掟があり、天地には断りがある。ようやくは口に見えし、さあ、婦人観来です。脚光を浴びるとしよう。よく見てろ。障害物クリア。試合は白熱してきたな。川辺選手は遅れてやってきたようだ。